こんばんは。エキスポーターチャンネルの八甲田ぬーです。本日はルヴァンカップ第1節浦和レッズ対ベガルタ仙台の試合をハイライトでお届けします。ついに J リーグのカップ戦が開幕いたします。両チームとも新しい新戦力が出ており、非常に楽しみな試合となっておりましたというところで試合開始となります。まず先制したのは浦和レッズになります。得点を決めたのは昨年 J2 得点王のレオナルド、おととし J3 で得点王、そして昨年は J2 で得点王、そして今年は J1 で得点王になるためにこの浦和レッズに新潟から移籍してきた男レオナルドが先制点をもたらします。そしてピッチ上今柴戸が倒れている。まだレッドプレー続けます。シュート狙っていって決めた。浦和2点目、杉本のゴールが生まれました。そしてこの浦和の2点目、杉本健雄が決めました。杉本も昨年怪我とですね、レギュラーになかなかなれなかったところでのこの点数になります。そうですね、あの触り方も非常にやりやすく、はい、そしてボールをもらうけど、そんな姿が好きのかあります。今年の J リーグのテーマでもあるフェアプレーをしながらも熱く激しく J リーグを盛り上げていこうという協会の方針が顕著に出ていた試合がこういったプレーにつながっていたのではないのかなと思います。今日は多くこういうシーンが見られました。さあ、ここチャンスを作れる浦和、蹴り返したボールになってしまいました。結構嬉しかったと言ったんですよ。まだ立ち上がることはできません。しゃがんだままという感じで今度は浦和のチャンスはゆるき、後ろから投げた杉本、山中、中野方に散っていきます。その山中へ、山中、レオナルド完璧なチャンスでしたね。最初のところトップにすごい中間、まあ、最初ラインからぶつけてます。さあ、浦和が3点目を入れました。やはり取ったのはレオナルドでしたね。浦和は今シーズン新しいフォーメーションにチャレンジをして 4-3-3 という、フォーメーションにチャレンジをしておりますが、やはり後ろから攻撃かける枚数も多くなり、まあ、最終的にフォワードも多いといったところでこういったプレーが今後多くなっていくんじゃないかなと思います。このシュートが決まって、あの右から中井さんも入れて彼に照らして戻してっていうね、はい、一つの形になると思います。この仙台1点返すところで大変を取ったのは田中選手ですかね。今日この後、まあ、もう1点取るんですけども、やっぱこういった若い選手が取っていくことが出られたらいいところかなと思いますね。この2点目、2点目も返しました。田中渡る、田中は渡る選手、これで1点差、ルヴァンカップ注目じゃないかなと思っております。終了間際2点を返して勢いに乗ろうという仙台です。まあ、非常にこれ混乱してますから、これも分かんないですよね、はい。まあ、ですから仙台としてはこのチャンスが、まあ、橋岡も呼んでいたんですが、左に山中を使います。ですからそうなれば関根かわして倒された。いや、このシーンも関根選手が果敢にチャレンジをした結果、まあ、最後足引っかかってしまいましたね。それでも仙台が止めて次につなげるか。杉本見事に決めました。そして浦和、杉本健選手が今日2得点目ですね。今シーズンやっぱり絶好調じゃないかなと思います。浮かせたボール一部が出る。逆にね、もっとこう最初に橋岡使えとかね、レオナルド使えっていうのは橋岡を使ってあげなさいとかね、はい、いうのは分かるんですけどね。そうじゃないと修正しないのと思うんですよ。平岡と選手って手を使ったってことですよね。ね、これ、はい、この西吉野からレオナルド、左マルティノスは上がっていた。マルティノス、そして浦和最後とどめを刺
します。この一連の流れから最後左サイド上がってきたマルティノスの左足一閃決めます。これで勝負あり5対2でフラレッツルヴァンカップ第一節のベガルタ仙台戦を勝利を手に入れています。5対2フラレッツが見事にホームで勝利を挙げています。